もう課長に本当参っちゃってタクシー、タクシー来ないの、なんで、なんで、もう今来るよ。なんで、もうタクシーが、おー、悪いな、ちょっと急いであのね、ずっと待ってんだから並んでんだよ、ずっと最初から、おじきが入院しちまってよ、おじきも、何考えてんの、あんた10万だから、ちょっと、なんだろう、もう、てめえ、こら、舐めてるか、てめえら、こら行動よく考えて、そういう態度を取ってんの、君はなんだ、この野郎なんだって、自分のやってること分かってんの、あんたどういう教育をされてきた、今までこの野郎、ちょっと、こっち行こう、こっち行こういいから、ちょっと話そう、じっくり。なんだ、この野郎。あのね、うん、うちは4人いるんですからね。一、うん、人じゃ叶いませんよ。やる気なら俺だとやるんだから。そうなんじゃないよ、バカ野郎。じゃあ、何偉そうにも、バカ野郎。じゃあ、課長、またね。うん。何これ。電車で帰るんだもん。どうも すまみせんでした。やろなんだやろめこだろ、こっち来るかやろやろ俺、明日の会議の書類、早く帰ってまとめたんだよな。皆さん、お急ぎでしょうけれども、お年寄りが見えたんで、先に乗せてあげましょうよ。なるほど、早いから早く帰りたいんだよ。もしこの方が自分のお母さんだったらどうします？いや、どうぞ、はい、どうぞどうぞ、先行き、はい、どうぞ。あ、来た来た、来るかもね。ヒロ、乗るよ。はい、ママ。北千住ね。おい、なんだあの野郎。おっ、まただ。おめか。並んでますよ。はい。並んでます。中型？中型。はい。こっち何？小型。お、じゃあ俺は小型、そうだから小型です。ベベどちらまでにちまちゅ？俺中型にするわ。バカ。バカ。石ぶつけとこの野郎。どのぐらい待ってんの？俺だいぶ待って、1時間以上持ってる。1時間待って、まだこっちが乗ったらこっちでしょ。まだまだ、あ、来た。あ、来た、来た。じゃあね、また。あ、じゃあお先、すいません。西新井まで行ってください。なんかね、タクシー乗り場だったね。お願いします。またこの野郎。
この野郎。え？ゲロ？ゲロじゃないよ。何かつけろ分かれてるの時の俺ちゃうもんな。ゲロだよ。大丈夫だ。ほら。いないね。おタクシーだ。冗談じゃない。まったく冗談じゃない。一緒に乗り行こう。一緒に行こう。来たせんじゃね。なんで乗ってる車が止まるんだよこの野郎。わかんねえ野郎だな。行かないのかね。まあ来ないね。ねえ、ああいつを待つなこうやって。もう来た。あ、やっと来た。なんで遅いなこのタクシー。なんで。すいません、千住方面の方いますか。あ、じゃあお願いします。これ料金どれ？料金は半額らしいですよ。どうします？もうここやめた方がいいですよ。え？来ないの？全然来ないんですよ。タクシー？はあ。1時間ぐらいまっちゃ来んじゃないの？そんな名前差し物じゃないですよ。1時間で待っても来ないの？全然来ませんよ。何この人たち、何なのこの人たち、待ってんですよ。タクシー待ってんですか。関ヶ原の合戦に遅れるでござる。自分は日進事変に間に合わないです。塾に行こうと思ったのにもう大人になっちゃったよ。本当に言ったら控えにしろよ。